茨城ダラダラ探検隊隊長龍でございます。今回なんですけども、5月か6月ぐらいにちょっとだけね、軽く撮った動画が残ってたんで、それをねご紹介させていただきたいと思います。まず1件目なんですけども、中村めんべい10割そば中村めんべいという土浦店かというところですね。で、ここが今旧六国を右に曲がるところです。これ右に曲がっていくと上高架橋が走ってますね。右に曲がってまっすぐ行くと土浦駅に向かうところですね。はい、でお店がこちらで、駐車場はそのお店の隣ですね、この左側のところですね。はい、で前土浦本店って紹介しちゃったんですけども、土浦店でしたね、チェーン店みたいです。でこの時食べたのがこちらの肉と、大根おろしが、乗っかってるやつでした。はい、これめちゃくちゃ美味しかったですね。やっぱり10割そばっていうだけあって、そばがねめちゃくちゃ美味しいお店です。隊長おすすめでございます。次はねカツ屋さんですね。はい、これも確か6月ぐらいだと思うんですけども、はい、なので今ねこのささみ、マグロカツとささみカツの合盛り定食っていうのはもうないと思うんですけど、こっちのね定食の方を注文しましてですね、で隊長ねカツ屋の美味しさを知ったのが結構最近なんですよね。はい、美味しいですよね。あのコスパがね素晴らしいと思います、こちらのお店ね。ということでこちらの2件のね動画がありましたのでご紹介させていただきました。これもね豚汁にしてね、確か豚汁変更したんじゃなかったかな。はい、美味しゅうございました、ごちそうさまでした。ということでね、最後お店から出ましたらねちょっとだけこう虹が出てたんで、それをね撮ってきました。ということで、こんなねちょっとした動画をまとめてみました。それからね米編を少しやっていきたいなと思っておりますが、古賀のね久保公園の大賀ハス見てきたという動画の方にコメントいただきましてありがとうございます。まずはですね高菜油炒めさん、コメントありがとうございます。鹿児島生まれの現在水戸市民です。誤解を招くようなコメントで申し訳ないというコメントいただきました。いや申し訳ないなんてとんでもないですよ、こちらこそ申し訳ないです。はい、鹿児島から鹿児島からもねコメントが届いてますよみたいな感じでね私も言っちゃったんでね、はい、すいませんでした。鹿児島生まれの方で現在は水戸市民ということで、はい、同じね茨城県民ですからね、はい、ぜひ今後ともねコメントよろしくお願いします。水戸にね僕も友達がいましてね、はい、よく水戸には行くんですよ。はい、なので今度水戸のラーメン屋さんなんかも行って紹介したいと思ってますのでよろしくお願いします。はい、で、そのコメントにふわっくさんがコメントねいただいてますね、ありがとうございます。カルカンお土産でもらったことある、嫌いじゃない、むしろ水戸の梅より数段いいものだ、わら、あくまきも好きですというねコメントをふわくさんからいただきました。カルカンっていうなんて言うんでしょう、お菓子もあくまきっていうのもね体調食べたことないんでね、ちょっと何とも言えないんですけどもね、はい、ふわくさんもコメントねありがとうございます。それから同じ古賀久保公園の動画でふわくさんありがとうございます。古賀久保点々点某有名歴史芸だと微妙なところ笑戦国ぐらいの茨城は結構群雄割拠ないよな、大根おろしと梅干しさえあれば何でもみぞれラーメンと暴言を吐いておく、インスタント麺におろしと梅干し入れればそれでみぞれ笑、久保公園行ったらけまっとけよし出歩いて若さを取り戻すか、てか田中そば行ってきたよ、三口までは
うめえなと思ったけど、その後はしょっぺーってなった。もう少ししたら、もう少ししたら味も安定するかも。ただ中華そばを近所で食えるのは嬉しい。怪力屋の前のファミマにいたわし、ま一回り以上昔の話というねコメントをいただきました。ありがとうございました。結構群雄割拠ないよなという、その群雄割拠というねあの言葉を知らなくて、実はねさっきね一回動画を止めて、あ動画じゃなくて喋りをね一回止めて録音止めて調べてきましたよ。はい、多くの英雄や実力者たちが各地に勢力を張り互いに対立して歯を競い合っていることというね意味でしたね。非常に勉強になりました。ありがとうございます。ふわくさんもねいろんなこう言葉知ってるんでね、あの体調も勉強になりますよ。本当ありがとうございます。はい、あとは早速ですね、皆さんあのふわくさんが体調がね何個か前のニュースの動画で中華そば専門田中そば店荒川沖店が今度オープンするみたいですよというね動画をアップしたわけなんですけども、なんとふわくさんがそちら行ってくれました。はい、ということでまあふわくさん的には一口目あちょっとですよね、あ三口まではうめえなと思ったけど、その後はしょっぺーってなったそうです。はい、もう少ししたら味も安定するかもということで、多分ねオープンしたばっかりっていうのはね何て言うんでしょう、不慣れな部分もねありますから、味が安定しない時があるんですよね。はい、ですのでもうねだいぶ経ちましたので味も安定してるんじゃないかと思いますんでね、そろそろね体調も行ってみたいと思いますので、はい、もし行きましたらご紹介させていただきますのでよろしくお願いします。はい、では次、あふわくさんありがとうございました。次はケンさんからですね、ありがとうございます。同じ古学坊公園の、動画のコメントでございます。一人中継面白いかも、スタジオにお返ししますとか、お世辞じゃなく体調はナレーションうまいと思う、お世辞じゃなく体調はナレーションうまいと思う、体調はナレーションうまいと思う、あすいません3回大事なところなんでね言わせていただきました。はい、茨城放送で体調番組やってくれないかなというねコメントをいただきました。ありがとうございます。ケンさんありがとうございます。褒められて伸びるタイプの人間でございます。はい、こちらもね何度もご紹介させていただいてます。褒められて伸びるタイプでございます。皆様ぜひ体調のことを褒めていただきたく思います。よろしくお願いします。ケンさんいつも褒めていただきましてありがとうございます。はい、頑張ります。ありがとうございます。次はですね、はい、結構昔の動画なんですけども、これなんて読むんだったかな、狭山都市緑地でよかったかな、砂山都市緑地でよかったかちょっと覚えてないんですけども、茨城県神栖市の工場の工場の夜景の動画だったと思うんですけども、はい、その当時はねその感じも覚えてたんですけどもね、ちょっと結構前なんで忘れちゃったんですけども、そういうね昔の動画にたまにねこういうふうにコメントいただくときあるんですよね。ありがとうございます。こちらの方お名前はとろけるケイト様ですね。とろけるケイトさんからいただきました。鹿島石油のフレアはいつも大きいですねというねコメントをいただきました。ありがとうございます。隊長ねそういうの詳しくはちょっとよくわかんないんですけども、はい、久しぶりにこのコメントいただいたんで、このね動画を久しぶりに見に行ったわけなんですけども、やっぱ綺麗ですね。鹿島というか、まあここは神栖か、ここのね工場の夜景はやっぱり綺麗だなと思いましたね。だから久しぶりにこう生でねこの動画もいいんですけども、生のね夜景を見に行きたいななんて思っちゃいましたね。はい、ということで、またねたくさんのコメントありがとうございました。また
少しだけなんですけども、動画の方もねストックがありますので、そちらねちょこちょこっとこうナレーションなんか入れましてですね、またアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。茨城だらだら探検隊隊長龍がお送りしました。またお会いしましょう。バイバイ。